何なのね。僕、最近呪術廻戦にハマったんだ。呪術廻戦？うん、最近鬼滅の刃と同じくらい人気がある漫画なんだ。アニメや映画もあるけど、どれもすごく面白いよ。登場人物もみんな強くてかっこいいし、特に五条先生がかっこよすぎて最高。僕も早く呪術師になって、領域展開とかしたいな。僕もアニメをちょっとだけ見たことあるのね。そうなの？面白かった？いや、はっきり言って、つまらなかったのね。ぽよ？だって領域展開って、赤座の術式展開のパクリなのね。いや、技名が似てるだけでしょ。両面宿儺自体も体をすぐに再生できるから、赤座をパクっているのね。マスともドウマにそっくりだし、15も一つ目だからな決めのパクリなのね。呪術も決起術をパクってるし、そもそも呪術廻戦自体が鬼滅のパクリなのね。何度も何度もパクリとばかり。他の言葉を知らないの？うるさいのね。とにかく呪術廻戦はパクリだらけなのね。呪術より鬼滅の方が面白いのね。それを認められないのなら、日輪刀で切ってやるのね。落ち着いてよタランサ。鬼滅が好きなのはわかるけど、かといって呪術をディスるのは良くないね。それにそんなことばかり言ってたら、この動画が炎上して、うつ主の印象まで悪くなっちゃうよ。うつ主がどうなろうと僕には関係ないのね。そしていい加減呪術が鬼滅のパクリだということを認めるのね。自分の意見を相手に押し付けないで、僕が呪術を楽しんで何が悪いの？それにその理屈で言えば、気に入ってくのだから例のパクリになるじゃん。君自身も鬼滅のパクリだね。あ、そうだったのね。いや、なんで今まで気づかなかったの。